エルック1及び2を搭載したシャトルエクスプレス補給キャリアは国際宇宙ステーションの曝露機器の予備品を運搬、保管する輸送キャリアであり、ISS のトラスに4機が設置された。ISS から電力および通信インターフェースの供給を受けられる。エクスプレスは e x p o d ィ t The Processing of Experiments to the Space Station の頭文字を取ったもので、 メリーランド州グリーンベルトのゴダード宇宙飛行センターが主に開発を担当し、ジョンソン宇宙センター及びマーシャル宇宙飛行センターがこれを補佐した。当初はエクスプレスパレットと呼ばれ、弱粒で使われているエクスプレスラックの暴露機基板として考案されたものであった。エルックを使用することで科学者は独自の衛星などを用意しなくても、 真空の宇宙空間に実験機器を設置できるようになった。エルックは ISS のトラス上に設置されている共通結合システムに直接取り付けられる。エルックの電力系サブシステムにはエクスプレスキャリア電子機器があり、実験装置に電源を供給し、ISS とのデータの送受信を行う。エクスプカ内部ではコールドファイアという CPU を基礎にして作られた。 コンピューターとソフトウェアおよび関連装置が飛行制御機器を構成している。f 氏は無料公開の即時制御ソフトであるルタムズで稼働し、エルックのコマンドおよびデータ処理システムとして、下記の目標を達成すべく、コンピューターと通信の発信源となっている。エルックマイナス -2 には、エルックに初めて搭載される実験装置が設置された。これは、 ミッセマイナス7と呼ばれる材料曝露、実験装置であった。エルックマイナス1とエルックマイナス2は2009年11月16日に打ち上げられたスペースシャトルアトランティスで、エルックマイナス4は2011年2月24日に、STS-133 ディスカバリーで、エルックマイナス3は2011年5月16日に、STS-134 エンデバーで、 ISS に搬送された。エルックマイナス5は、シャトル搭載マニフェスト上では搭載する余裕がなかったため打ち上げられなかった。ありがとうございます。